おはようございます。駅弁マニアの堀田でございます。今日は、駅弁屋さんのですね、又兵衛さんが作る、日立海浜公園の限定、サバサンド、これを買ってきましたので食べてみたいと思います。これ自体は駅弁ではないですね、日立、海浜公園の中で、売店で、限定販売されているサンドイッチということになります。開けてみますとこんな感じですね。サバがここにデーンと入ってますね。これがラベルの表記ですね。ノルウェー産のサバなんですね。余計なものが全然入ってませんね。いいですね。ですね、食べやすいですよ。ほら、親切な栗になってますね。では食べてみます。うまそうだね。ほら、こんな感じですよね。サバが大きいよな。よし、本当に食べてみるね。食べてみるよ。全体的にね、しっとりした感じ。サバもね、しょっぱくないですよ。いかにもサバを食べてるって感じがする。玉ねぎのね、シャキシャキ感とね、サバがね、合うよ。美味しい。サバサンドなんてね、なかなか食べらんないよね。なんか海外にでも行った気分だね。うまい。いいよこれ。日立海浜公園に行ったらね、これ見かけたらぜひ食べてください。